表して、うん、まあ先週の今日でちょっとびっくりしてる人もいると思うんですけど、本当はもともと出るつもりと、で日本一周行ってくれと言って、まあ、全国回ってて参議院出るって言いながら、なんで今だと、まあ、そういう意見があると思うんですけど、まあ後でちゃんと話しますが、まあ、あの無投票になるとずっと昔から噂されてて、まあ、僕本当出てもいいなって思ったことあったんですけど、まあ、何でもかんでも選挙昔と違っても何でもかんでも出ればいいっていうのは本当に思ってなくて、まあ、戸田市民の方に市長選出てよ、結構無投票になるのはダメだと、で勝てる人がいないで、まあ、そういう意見があってか考えたことあったけど、やっぱ6月のそっちに集中しようと思ってたんですけど、戸田を拠点としていろいろ考えた末、違う人を出すって話になって、でもやっぱクレイジー君じゃないとダメなんじゃないのと、そういう意見があり、出るなという意見もあり、負け戦を作るなと、いろいろ考えて、でも人を出すのではなくて、まあ、戸田だったらいろいろ僕も今は思いが本当にあるので、無投票選択肢がないっていうのはダメだと思う。なので急遽3日前かな、決めたのはそのくらいに決心した。でも本当に相談乗ってくれた方もいましたし、まあ、表で応援できないという人もいますし、だからもう本当に自分は別にこの売名ではないので、だからあんまこう取材も受けてないし、配信者が来ても許可ある人じゃないとやってないし、本当この売名ではないと戸田の選挙はそんな全国的にならないですから、まあ、その思いで出ました。今回ですね、まあ、市長選に当たるわけですけども、まあ、どんなことを市長選の中で訴えていきたいと思ってますか？やっぱり有権者が11万1000人ぐらいいますから、で大体選挙に来ては4万人もいなくて、7万人が死んでいる投票が、で、まあ、大体埼玉で一番若い人口の町であり、やっぱりね、僕もいろいろ1年少しの間やらせてもらいましたけど、やっぱり、まあ、僕が何ができるかというと、やっぱ人の気持ちを高ぶらせること、あと興味を持たせること、あとはもう子供でも自分のこと知ってることは戸田では多いと思うので、やっぱり今回、まあ、厳しい可能性が高いというのは、まあ一部的にそう思われるでしょうけど、あのね、眠っている7万人以上の方がいるので、本当に死ぬ気でやっていくと、あとはもう役所に僕1年働いて思いましたけど、オールマイティな人間はいないので、いろんなね、学歴あるいろんな担当部署、やっぱ多少なり1年はなんとなく、市長が全部できるわけではないので、やっぱいろんなこうチームサポート、まあ、見てきて、なんでしょうね、まあ、自分自身が旗を振って、あとは頭いい人っていくらでも世の中いるので、まあ、自分は若い眠った票7万人、あと選挙に興味ない人が多いので、だいたい街歩いても僕が市長と思ってる人は結構いますから、そんぐらい興味がないということなので、誰が議員やってるか、なので本気で、まあ、あの急遽ね、いろんな他の議員の方にこう戸田はどういうところだとかいろいろ練ってきてるので、あとで第一声で1時半かちょっといろいろ伝えてやろうと思います。公約としてはどういったものを公約としては、一番、まあ、子供のあの将来的なあのふるさと納税とかの企業版、やっぱり戸田ってこう住みやすいって言ってますけど、やっぱりどうしてもふるさと納税とか面白いことがないと、他のね、都コバスを無料にするとかいろいろありましたけど、でも不可能ではないと思ってるので、やっぱり財政が企業版とふるさと納税とかでいろんなことを、そういうのを発信していくのは自分だからだろうなと、まあね、この前もちょっと どっかの地域で、ね、ふるさと納税で心霊スポットツアーとかあって、こういろんなこう自治体庁でいろいろ調べて、やっぱりこういうのは新しい感覚、ただ道漫があるってだけじゃないので、協定上、まあ、そのイメージしかないので、そうするとじゃあふるさと納税を活用した、まあ、新たな政策とか、そういうのはなんていうか、まあ、僕宮崎出身ですけれども、やっぱ東国原知事がなった時ってやっぱり結構すごいこと、やっぱ自慢できる街になったので、ね、ただ戸田っていう言ってますけど、もっともっと絶対できる方法あると思うので、やっぱり新しい気持ちが何でもかんでもやっていくと、もう僕も住民不足というのもあるんですけども、まあ、特バスが、ね、無料にならないとかいろいろありますけど、ね、特バス無料じゃ掲げられるということですか？僕は不可能ではないと思うので、やっぱりね、戸田市議会の方ももう不可能ではないと、やっぱそのためには何か財源が必要だと、まあ、そういうことを訴えていきたいなと思ってます。はい、ちなみにちょっとこれはおさごでございますけど、そもそも政治家を目指された志をちょっと教えていただけますか？もともと最初は東京都知事選挙ですけど、
ね、やっぱり何百万人も選挙行かないので、まあ、それはきっかけでしたけれど、まあ、それからも本気になったというか、まあ、それで戸田で出て、最初議会のことも全く分からなかったですけど、二元代表制とかいろいろ分からず、会派の意味も分からず、委員会の意味も分からず、まあ、今多少なれば分かってきたつもりであるので、ただ言えるのは自分はまだ未熟者すぎるというのは、それはまあ承知なんですけど、無投票、無投票はいけないって、それが決心かなと、一番は。無投票がいけないなと思ったきっかけは、政治に関心を持ったって。僕は大体あと三つどもになるのかなっていう噂ありましたけど、もともとね、1年ぐらい前はどこが出るんじゃないのかと。でも、他の議員の方でも裏ではね、クレジ君、いや、ここで行くべきだと思うよっていう方もいたし、中には。それでいろいろ決意をして、3日前に決めましたね。3日前に決めたと。3日前かな、正式には。ちなみにそもそも一番最初に政治に関心持ったのはどういうことですか？覚えてない。やっぱりもう、投票行かなすぎると。今だいたい組織票っていうか、年齢層が高い方、60代、70代、80代、まあ。そういう方ばっかなので、ね、僕もそうとまたちょっと層が合う合わないはありますから、若い方、興味持たないんで、もう選挙中って嫌だよねっていう、そういうバカなんで、そこで興味を持ってもらうためには自分が出るかなと、そこがきっかけですかね。はい、あと先生、趣味を伺います。趣味、いろいろスポーツ系ですかね。スポーツ系と、あと体を動かすこととか、人と触れ合うことですかね。はい、一応これも機会がないですね。ご家族聞いてみます。妻、息子一人、一人ずつ、はい、妻、子供、小学生の子供、小学生です。企画者さん、何かありますか？ NHK の佐藤と申します。はい、2点すいません。ちょっと冒頭の質問と重なるかもしれないですけど、あれ争点はどんな点になるかなと。僕はもう本当一番決めたのはやっぱ一番の大きさは、これね、政策でやっぱ今の市長に対しても僕は不満がないので、もともとは別に、ね、こうやり合ってるわけではないので、やっぱ向こうの方がやっぱすごい方だと、それを分かってるんですよ。市議会と県議会やってて、でもやっぱそれでもね、やっぱ勝てない、やっぱ勝負に出るっていうのはね、政策、僕の場合ちょっと別枠だと思ってほしいんですけど、市民から言うと11万人ぐらいの方が、ね、11万人この人でいいって言ってるわけではないと思うんですよ。それでも何でしょうね、もう出馬で怖いから出ないっていう、 100% 勝てるとかで絶対出るはずなので、やっぱ負けると思って、そういう人も多いんじゃないかなと。中にはクレイジー君とかで出してよって言うけど、やっぱ自分たちは出さないわけですから負けるんで、まあそのつもりだったら、じゃあ11万人どうするのかなっていう、選ぶ権利もなくて、それはちょっといろいろ考えましたね。まあその気持ちが一番大きいかなと。一応肩書きの確認なんですけども、政治団体代表で、まあ今回は政治団体っていうのは、スーパークレジック党のことで。そうです、はい、わかりました、ありがとうございます。ちなみに党名はスーパークレジックまでですか？スーパークレジック党、スーパークレジック、もう正しい議会と全く同じです。あ、同じ、はい、市議会と同じですね、はい、今回もじゃあそちらからの出馬という形になります。そういう感じになります、はい。ちなみに今日って政治候補とか持ち合ったりしますか？持ってます。後ほど、でも戦艦が持ってるので、はい、はい、詳細表をちょっとじゃあ書き込んでいただいてるし、もう簡単でいいですか？簡単なことですね、要はお名前とかと、あと全部ですか？いや全部じゃなくて結構です。まとめていいんですよね、みんな共有するんですよ。あ、そうです、各自共有するので、もう今書いていただければすぐそれを共有します。あ、はい、はい、クリアファイルで。あ、じゃあ、スーパークレジックですよ。これ下引いてください。スーパークレジック。日常的に使われている名前で。下に戸籍名があります。あ、そちらに、はい。